はい、ということでカレーを食べてきたところでございますね。ちょうど行列が出てますよね。さあ、新潟のバスターミナル、一応こんな風になってます。ファミリーマートもあってですね、まあバスセンターの売店側になってる感じですね。さあ、こっちへ出るともう完全な街ではありますけども、開店が10時なのでまだ開いてないです。ということで新潟駅へ向かっていきましょう。で、バンダイシティが結構そのバスセンター以外の建物も一応そういう名前になってる関係で、なかなかそのバスターミナルとショッピングセンターっていうのが同じ場所じゃないんだなっていうのが分かりました。さあ、そんなわけでこのバンダイっていうのが、駅からどんなくらい離れているかだけ見ていきましょう。駅までまあ実際歩いて紹介するとちょっと電池が足りないので、とりあえず参りたいと思います。しかしバンダイのバスセンターが、来年からちょっと工事が始まるらしくて、あの蕎麦屋も休業になるんじゃないかなんていう噂もありますが、果たしてどうなんでしょうか。さあ、ここを走るのは新潟交通だけかと思いきや、新潟交通観光バスも走っているので、まあほぼ塗装は一緒ですけど、まあ若干バス会社が違うというのだけ覚えておくといいかもしれません。オムニバスタウン新潟っていうのが書いてありますよね。結構やっぱりバスが充実しているので、比較的その交通機関としてバスが使われていることが多いです、ね、で、新潟って一応ではございますが、一応政令指定都市なので、50万人の人口は越してますね。まあ一応ここ北信越最大の都市と呼ばれてるわけですからね。県道1号線、新潟県の県道1号線はここなんですかね。若干ではございますが道に迷ってます。時間があるのでまだ大丈夫なんですけどね、多少は寄り道をしていきたいと思います。で、このバンダイシティってところがですね、ちょうどその新潟駅からまっすぐかと思いきや、道はまっすぐなんですけど途中で左に大きく曲がるので、実際駅の場所とこうやって行けるかなと思いきや、なかなかそれが難しい。でもよく見るとここにバス停が書いてあります、新潟駅前で。多分このバスについていけば行けるんじゃないかなと思います。はい、多少ショートカットしました。ここ第四銀行の新潟駅前支店の裏口に来たので、あとはここをまっすぐ行って左に曲がっていけば
駅に到達します。で、こいつですね、いいね、茹で揚げ生パスタ、そしてビール、とにかくお酒が飲みたいという感じですね。まあ、北海道来た時にはお酒ですよね。あと5分ぐらいで新潟駅に着きます。まあ5分もかからないですけどね。ここまで来ればもう早いです。さあ、こんな感じで路線バスがいっぱいありますね。泉観光なんてアミーゴもいますね。さあ、新潟駅が、建物が見えてきました。あの建物ももしかすると来年あたりに解体されて、で、あのちゃんとしたその、新しい新駅舎ができるんじゃないかなと。そしてバスターミナルも新しくなるんじゃないかなという話ですね。ということで、新潟駅の目の前までやってきました。約10分くらいですかね、かかりますけどね、そこまで遠くはないですね。広島や熊本のね、比べると本当に楽です。そしてこのバスターミナル、これ実は特徴的なのがこれ後ろ向きに乗るんですね。まあ、あの東岡崎駅のやつを思い出すと、東岡崎駅は逆にそのまっすぐ突っ込む感じですけど、こっちは後ろから入っていく感じなんで、出るときが楽って感じですね。なんか犬舎って書いてあるんですけどね。バックオーライ、バックオーライ、バックオーライとこんな感じで下がっていくわけですね。はい、ということで新潟駅でした。